はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は23年12月アマテラス祭ベスト32進出者に絞りまして、TSCO カードランキング、えー、やっていこうかなと思います。さあ、ということで、えー、アマテラス祭がね、昨日終わりましたが、まだまだね、えー、皆さんにね、お届けしたいデータというのはね、まあ眠ってるんじゃないかなというところで、まあいろんな視点からね、いろいろまた動画を作っていきたいんですが、今回は、まあ TS にちょっと絞ってみようかなと思いました。 まあ3枠というね、決まりがありこちらの TS なんですけれども、まあ果たしてね、みんな3枠使ってるのかどうかとか、まあどういった組み合わせでそもそも使ってるのかというのは結構ね、気になってる人がね、いるんじゃないかなと思います。で、ベスト16に絞ろうかなと思いましたが、まあちょっとでもね、あの拾えるとこは拾いたいということで、32まで広げてえ拾ってみましたので、まあ組み合わせとかはね、すべて最後の方にえ紹介していきたいと思うんですが、 まあ最初にですね、まあそもそもどういった TS の選手を使っているのかというところの、まあいつも通り昨日までやってた、えー、ランキングみたいな感じでとりあえずやっていきまして、そこから組み合わせの話。で、最後にまあ全部ね、ちょっと、まあ、紹介はしませんが、えー、一応ね、まとめたものがありますので、あの、<laughs> どういったね、組み合わせになってるかっていうのを、まあちょっと音声抜きにはなると思いますが、えー、最後にリスト載せておきますので、ぜひよかったらね、そちらの方も見てみてください。 はい。ということで、じゃあやっていきたいんですが、じゃあまずはですね、先ほど言いました通り、えー、どういった選手を使ってるかというところに関して、まずはね、普通にえ何人、どのカードを使っていたかというところを見ていきたいと思います。ではですね、ベスト32の進出者の方が使ってたカードで、まず使用人数が1人だったカードね。はい。こちらをじゃあ見ていこうかなと思います。ではこちらです。はい。ここは、7名のカードですね、が入ってきましたね。 はい。ということで、上から見ていくと、えー、田中マルクス・トゥーリオ選手の 23TSS 名古屋ですね。はい。で、坂井豪徳選手の 23TSS。坂井豪徳選手の 23TS。で、田中マルクス・トゥーリオ選手の 23TS の名古屋ですね。はい。で、坂井博樹選手の 23TS。井上隆選手の22の TS。で、岡崎真嗣選手の 21TSS となっております。 はい。ということでね、ここは、まあ、そうですね。各ポジションとかでも、まあ、複数名使ってたカードとかが入ってきてるんですが、そうですね。TS がやっぱ多いってなってきた時の、まあ、ポジション的な話で言うと、まあ、結構下目のポジションの選手が多いですかね。どっちかというとね。まあ、真ん中とも言えるか。まあ、難しいですね。まあ、ちょうどでもバラバラぐらいと見ていいんかな。まあ、サイド系の選手も入ってたりとか、まあ、センターバックのね、選手に使ってたりとか。 ま、するね、えー、ところもありますし、まあ、攻撃的なね、犬井上選手、岡崎選手あたりとかも入ってきてますので、まあ、結構まんべんなくね、まあ、このポジションは絶対というよりは、結構まんべんなく使ってる可能性もね、ここからはね、拾えるんじゃないかなと思います。ということで、えー、まずはね、使用人数1名のカードを見ていきました。まあ、よかったら参考にしてみてください。はい。じゃあ続きまして、使用人数2名のカード見ていきましょう。こちらです。 はい、ここも7選手ですね。7カード出てまして、上から見ていくと、香川真司選手の 22TSS、ジーコ選手の 23TS、久保武久選手の 22TS、田中マルクス・トゥーリオ選手の 23TS 浦和バージョン、チャナティップ選手の 23TSS、中村健吾選手の 22TSS、川口義勝選手の 23TSS マリノスですね。はい、ということでご覧の7枚が、えー、使用人数が2名だったカードとなってます。 はい。まあ、ここも先ほどの選手たち同様、どっちかというと、ま、あ攻撃陣のがここは増えたかな。まあ、キーパーのね、川口選手とかも入ってきましたね。キーパーに結構使ってる人もね、やっぱりいたので、まあ、川口選手のね、まあ、人気どころって言ったら、日本代表だったので、そういったところも上の方にね、入ってくる可能性があったりとか、まあ、トゥーリオ選手のね、ここ TS のね、バージョンでもすでに入ってきてますので、まあ、TSS がどこまで行くかとかね、まあ、上の方に入ってそうだなとかね。まあ、久保選手の TS とかもね、うーん。 まあ含めてジーコ選手の TS とかも入ってきてますけど、まあ TS でもね、意外とやっぱり使われてるっていうのはやっぱり強いというところでしょうね。うん。まあ十分 TS でも戦える可能性があるということで、ベスト32の方でも使ってるということは、まあ92でもね、やっぱ狙うカードの価値っていうのは、まあものによってはしっかりとね、ついてるということで、まあぜひね、今後の、まあ今中村俊介選手とか出てますけどね、まあ TS もぜひね、注目してほしいなと思います。 はい。じゃ続きまして、使用人数3名のカードを見ていきましょう。こちらです。はい。ここは3名のカードですね。中田秀俊選手の 23TSS 日本代表。犬隆選手の22の TSS。えー、中村俊介選手の 22TSS ですね。はい。ということで。さあ、ここがね、まあ、そうですね。結構見るなとっていうぐらいの回、はい、選手たちが入ってきてるんじゃないでしょうか。 まあ特に上位争いとかでもね、見られましたね。中田秀寿選手の TSS。まあ、日本の方もね、結構使われてますからね、代表の方もね。犬選手もね、昨年のカードですが、まあ、中村俊輔選手もはい使われてたということで、こういったところも入ってきてますと。まあ、結構ここに共通するところは、まあ、トップ下だったりとか、まあ、攻撃陣の選手たちかな、というところですね。はい。まあこういったカードもね、使われてますので、よかったら参考にしてみてください。 はい。じゃ続きまして、ここはちょっと1個飛びまして、使用人数が5名のカードを見ていきましょう。こちらです。はい。ここは川口義勝選手の TSS、えー、23TSS 日本代表。伊藤純也選手の 22TSS が入ってきております。はい。ということでね、5 32分の5ということで、結構確率がね、高くなってきたんですが、 まあ、ここはね、やっぱ川口選手のね、代表とかね、まあ、伊藤純也選手もね、使ってる人多いですね。まあ、これはね、結構やっぱり当時話題になったので、持ってる人がやっぱ多いんじゃないかなというところも、一つね、噛んでるんじゃないかなと思えるような、まあ、ランキングにもなってるのかなと思いますね。はい。ということで、まあ結構ね、それぞれの、まあ、ゴールキーパーとウィングというね、まあ、全然交わらないポジションではありますが、まあ、それぞれの、やっぱりね、まあ、そのトップクラスのカードとして君臨してますので、まあ、人気が高いのは、 まあ、その通りかなと思うので、まあ、使われててもおかしくないかなっていうね、二人の組み合わせだと思います。はい。じゃあ続きまして、ここからまた、ぐんと飛びますね。はい。使用人数が9人だった、9名だったカードを見ていきましょう。こちらです。はい。ここは、久保建英選手の 22TSS ですね。はい。まあ、ここも、やっぱり多かったですね。うーん。 まあ、その、やっぱりフラスルとかね、まあ今、ワイドレンジとかもやっと出てきましたが、まあそれまでやっぱフラスル環境ってなった時の、まあこういうスキルですよね。うん。あれが非常にやっぱ感触がいいという噂は、もうね、出た当初から結構出てたんじゃないかなと思いますので、まあ人気が高いのもね、伺えるかなと思います。まあ復刻の機会とかもね、ありましたし、まあそういったところでね、あの、その評判を聞いて狙った人とかも結構いると考えると、持ってる人がね、多くてもおかしくないし、使用率が高くてもおかしくないカードの1枚かなと思います。 やっぱり先発とかでね、結構使ってる人が多かったですね、ここはね。はい。ということで、久保選手の TSS。まあ、ここね、どういったカードと組み合わせになってるかとかね、結構気になる人いると思うんですが、まあ、その話はね、後でやっていきたいと思いますので、ぜひね、よかったら見ていってください。はい。じゃあ、続きましては、また2つほど飛びまして、使用人数が11名だったカード。まあ、言ったらもう採用率3分の1ぐらいですよね。はい。ということで、結構な採用率を誇ったカードになりますが、じゃあ見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは田中マルクス・トゥーリオ選手の 23TSS 浦和バージョンですね。はい。まあ、ここね、もう使用率が3分の1ぐらいに来ましたということで、まあ、やっぱり入ってきますね。うん。まあ、トゥーリオ選手が出たときそうなったんですけど、まさかセンターバックのね、TSK が出るとはっていうね、ところになってましたので、まあ、そのある意味ね、注目度も高かったんじゃないかなと。まあ、やっぱりね、走りのカードということで、例えばこの後に出てくる、まあ、当然センターバックのね、選手の TSS とかもあると思うんですよね。 だそれと比べてもやっぱり一発目というのは結構インパクト強いと思うんで、まあ、その影響もね、あったんじゃないかなというところと、やっぱり裏バージョンのね、仕上がりがすごく良さそうだ、良さそうだということで、まあ、3種ではあったけれども、まあ、やっぱり狙いった猛者の方が多いんだろうなっていう印象ですね、ここはね。はい。で、まあ当然ね、強さも保証できてるということだと思うので、まあこれぐらいの使用率になってるんだと思います。 ここもね、どういったカードと、ね、組み合わせになってるか楽しみにされてる方いるんじゃないかなと思いますが、この後ぜひね、確認をしていってください。はい。じゃ続きまして、使用人数12名のカード見ていきましょう。こちらです。はい。ここはジーコ選手の 23TSS ですね。はい。ここも非常にね、今大会を賑わせたカードですが、まあ、ここも左用率3分の1以上になりましたね。ついにね、32分の12なんでね。 はい。ということで、まあ、いろんなね、方が組み込んで戦ったわけですが、まあ、ただね、ベスト4には残らなかったというところね、意外なんですが、はい。まあね、ね、来シーズンっていうか、まあ、次の大会、うん、もう結構ね、多分、注目されると思うんですよ。おそらくね。うん。ということで、次じゃあどうなるのかっていうのもちょっと見てみたいけどね。うん。まあ、復刻とかがその間に入ったりとかすると余計にね、普及率上がりそうな、 ジーコ選手のカードなんですけど、まあ残らなかったけどやっぱ強い、まあ存在感を一番示したカードだと思うんで、まあこれはね、やっぱ無視できないなというところで皆さんやっぱ組んでる人多かったですね。はい。ということで、まあぜひね、次の大会もね、楽しみですが、もしね、その間に復刻とかが挟まると余計にね、普及率が上がりそうなカードが、はい。ここは使用人数12名ということで上がってきております。はい。じゃあ最後ですかね。ここは一番多かったカードになります。 え使用人数がなんと15名だったカードということで、じゃあ見ていきましょう、こちらです。はい、ここは中田英寿選手の23、TSS ベルマーレが1位となってます。はい、ということでね、ベスト32の中でも一番使われてたカードが、えー、この中田英寿選手の TSS ベルマーレなんですが、これね、まあ、実際まあね、ここまで。 ね、いろんなポジション別とかで、まあ、TS にね、絞らなくてやってきましたけど、まあ、その中でもね、すべてのカード含めて多分採用率が一番高かったと思うんですよね、割合的にね。はい。というカードなんで、まあ、そのまま一番今回も高いっていう感じね。はい。まあ、ただ、そんなに思ったより差はないかなっていうのも、まあ、正直な感想かもしれないですね。上3人に関してはね。まあ、久保選手とか入れてまでね、結構採用率高いカードになりますが、まあ、その4枚がちょっと抜けてたということでね、まあ、今回は集計改めてしたところ、まあ、そういった結果になった中で、 一番高い採用率だったと思います。まあ、ここもね、ちょっと組み合わせとかもね、気になると思うんで、まあ、この後ね、本題に入っていくんですけど、ま、ぜひよかったらね、しっかりと確認していただければなと思います。はい、ということで、ちょっと駆け足気味でしたが、ここまで、まずとりあえず本題ではないんでね、これがね、あの、使用人数の割合というか、割合というか、まあ、枚数ということでね、はい、ということで全部ね、TS 洗い出してみましたが、 じゃ結局ね、これだけのカードが使われたわけですよ。で、結局、じゃあどれぐらい採用されてたのかっていうところの、まあ全体ですよね。うん。だからまあ32人なんでマックスまあ掛け算して96枚積まれてる可能性があるんですが、果たしてまあこのね、ベスト32に残ったユーザーの方はどれぐらいね、TS のカードをそもそも採用してたのかというところでの、じゃ数値をまずね、ご覧いただきましょう。こちらです。 はい。ということで、ベスト32の方の TS 使用率なんですが、これはね、96分の87でしたね。平均でいうと約2.7分の、3分の2.7かな。はい。ということで、まあ、こういった数字になっておりますと。で、内訳としては、1枚使用だった方が3名で、2枚使用だった方が3名で、3枚使用だった方が26名ということで、まあ、一応ね、もう過半数、もうほぼほぼ九割、8割、9割ぐらいの人が、もう3積みしてたという感じですね。はい。まあ、こういった感じになっておりますと。 まあ、ただですね、まあ、そうですね、上位に残った方でも、1枚済みの方とかも当然いたので、まあ優先して、まあそのね、扇子の付け方とかのあれもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱね、付けにくいっていうのもあるでしょうしね。うん。まあ、そこら辺はね、戦術的な問題が多分あると思うんですけど、まあ一応こういった結果になってましたということで、まあこれを踏まえましてですね、 じゃあ先ほど、まあ、紹介していきました TS のカードたち、まあ、ほぼ TSS ですけどね、の、えー、カードたちがどういった組み合わせで、誰と、まあ、要はセットで使われてたのかっていうところが今日の本題だと思うんですよね。はい、ということでここからやっていきたいんですが、ただ全員分ね、紹介すると莫大な量になりますので、今回はですね、まあ、上3人にね、ちょっと絞ってみました。えーまあ、トゥーリョ選手の裏は TSS と、 えー、中田秀利選手のベルマーレ TSS とジーコ選手の TSS の相手が誰だったのかというところを見てみると、まあ、分かるんじゃないかなというところと、まあ、あと3枚セットで使われてた複数の組み合わせがあればそれも、ね、ここから出していきたいと思いますでは、えー、まずですね中田秀利選手のベルマーレバージョンね TSS のねこれと組み合わされてたカードをじゃあ一覧として、えー、見ていきたいと思いますではこちらです はい、ここはですね、左から、えー、トゥーリオ選手の TSS 浦和が6組、えー、ジーコ選手の TSS が6組、えー、伊藤純也選手の TSS と組み合わせが5組、で、久保建英選手 TSS が4組、で、川口義勝選手の TSS 日本代表が2組、えー、トゥーリオ選手の TSS 名古屋が1組、で中村健吾選手 TSS1 組、で、トゥーリオ選手の TS の浦和が1組、で、久保建英選手の TS が1組、 酒井宏樹選手の TS が1組となっております。これね、面白いデータが出まして、これね、なんとね、伊東純也選手ね、5みだったんですけどね、すべての方が中田秀俊選手と組み合わせてるんだよね。これはね、ど意図があるのかっていうのは、ちょっとね、面白いデータじゃないかなと思うんですよね。うーん。ね、全体で5人しか使ってないのに、5人ともまあ、たまたまかもしれないけどね。うん。 というこことでまあ、これねそういった内容だったりとかするんですけど、でもやっぱり採用率多かったのは、まあ、トゥーリオ・ジーコ、久保辺りですね。うんまあ、この3人、そもそもやっぱ組み合わせの枚数が多いので、まあ、当然ちゃ当然なんですけれども、まあ、そこの中で伊東純也選手が5組組まれてたというのはちょっとね面白いデータかなというのはそういった意味ではい言っておるということですね。はいでやっぱり川口選手の、ね、TSS の日本代表とか入ってきてたりとか、まあ、せ結構ね、 やっぱり、まあ、攻撃に結構寄せてる人もいれば、まあ、やっぱバランスよく、まあ、トゥーリオ選手とか含めてね、攻守バランスよく組んでる人、まあ、川口選手を採用して、まあ、ゴールキーパーから結構ディフェンスより、まあ、トゥーリオ選手とのセットとかでね、組んでる人もいたりとか、まあ、いろんなね、組み合わせは見れました。まあ、最終的な組み合わせに関しては、あのー、最後にね、全部載せておこうかなと思うんですけど、そこで確認していただければと思うんですが、まあ、結構やっぱり個性的な組み合わせ、 な32にいた中で、まあこの後ね、また3種の被りとか言いますけど、そんな被りもなかったしね、全体的な3種被りとかもそんななかったので、結構皆さんやっぱまんべんなく使われてるんだなと。まあ自分のクラブにあったね、まあ要は補うような形で使ってるんだなというところで、やっぱり優秀なカードがね、その部分やっぱ多いんだなと思いましたね、個人的にはね。はい。ということで、まあ中田秀俊選手の 23TSS ベルマーレとの組み合わせはご覧の通りとなっております。 はい、じゃ続きましてジーコ選手の 23TSS との組み合わせ見ていきましょう、こちらです。はい、ここは中田秀俊選手の TSS ベ, <laughs> ベルマーレが6組、えー、トゥーリオ選手の TSS 浦和が6組、久保建英選手の TSS が3組、川口義勝選手の TSS 日本代表が3組、乾崇隆選手の TSS が2組で、チャナティップ選手が1組。 で、香川真二選手の TSS が1組。で、中村健吾選手の TSS が1組。伊東純也選手の TSS が1組。で、久保建英選手の TS が1組と、はい、なっております。はい、ここもね、まあ、あまんべんなく組まれてるなという印象がありましたが、これね、うすうす、まあ、勘づいた人いると思うんですけど、これ実はですね、ジーコ、中田、トゥーリは、ま、三角形みたいになってんだよね。うーん、まあ、 3枚とも採用してた人がめちゃくちゃ多かったわけではないんだけれども、基本的にはこの中の2人を軸としてあと1人誰つけるかっていう組み合わせがやっぱり多いんだなっていうのは、この66というところのさっきの66もそうなんですけど、もうトライアングル関係みたいになってるんだよね。もう全部が66の関係だから。うん。ということで、まあそういった組み方が、まあ多いっちゃ多いかなと思いました。ただそのプラス1種を選ぶときに、 そのね、まんべんなくじゃなくて、その別にそのね、3人の三角形そのまま採用するっていう人もいたんだけれども、まあその、このね、関係の割には別にそんなに多く被ってなかったなっていうのが正直な印象で、だからこの中の2人プラス、あとその他の1人みたいな感じの組み合わせがめちゃくちゃ多かったんじゃないかなと、個人的に思いました。まあだから、やっぱりね、中心になるのは今取り上げてるこのね、まあトップ3だった3名のカードには間違いないかなと思いますね。はい。 でその中でまあ久保選手と組み合わせたりとか、まあ、今回ねジーコ選手と川口選手の組み合わせだったりとか、まあ、井上選手とかもね結構ねジーコ選手とは、まあ、よくね組み合わされてましたねうんあとはまあ攻撃陣の面々とかね、まあ、トップ下の面々とかと特に組んでる可能性が高いんかな、まあ、あとウイングとかねというところで結構攻撃寄りなのが、まあ、ジーコ選手との組み合わせは多く見られたかなと、まあ、だからトゥーリオ選手1で守備使ってて、まあ、ジーコ選手プラスアルファの攻撃陣みたいな組み合わせも多かったかなっていう感じですね はいまあ、そういった傾向は見られたんじゃないかなと思います、はい、では最後ですね、トゥーリオ選手の TSS 裏との、まあ、組み合わせを一覧ね、はい、見ていきましょう、こちらですはい、ここは中田英壽選手の TSS ベルマーレがまず6組、えジーコ選手の TSS が6組で、川口義勝選手の TSS 日本代表が3組、で久保建英選手の TSS が3組、で中田英壽選手のえ日本代表が1組、TSS ですね。 で香川選手の TSS が1組、チャナティプ選手の TSS が1組となってます。はい、ということで、ここもね、あのー、まあ、さっきとさほど差はないとは思うんですが、まあ、ここね、さっきね、途中で言いました通り、意外とね、川口選手とかとね、しっかり組み合わせて守備に寄せてる人もね、まあ、3名ぐらいいたということでね、うん、まあ、そういった組み方もね、トゥーリオ選手塾にすると見えてきましたね。 まあたださっき言った通り、まあ、手売りを選手プラス攻撃陣というところは結構やっぱり目立ってたので、まあ、久保選手とのね、組み合わせが3組あったりとか、まあ、香川選手とかね、チャナティップ選手あたりとかと組んでたりとか、まあね、中田選手の TSS の日本代表バージョンとかと組んでたりとか、まあ、そういうバランスの良さっていうのもバランス、うん、いい感じで組んでる人もいたし、まあ、守備寄りの人、まあ、攻撃寄りの人、いろんなね、パターンが現れた中での、まあ、集計となってまして、 まあ結構これ数字にもね現れてるんじゃないかなと思いましたねそのままね。はいということで、まあ、中心はねさっき言った通りまあねベルマーレ中田選手まあジーコ選手ト闘リオ選手の裏バージョンのこの3組であることは間違いないんですけど、まあ、ここに何を組み合わせていくかっていうのが結構今回のテーマには見えましたね。うんでそこに対してまあ個性が結構出てるなっていうデッキは何個か見られたんじゃないかなと思います。 ただね、まあ、その、結局ね、ただ他の持ってるカードも重さの人たち強いので、そこで、ま、補えてるカードはね、むしろ TS じゃ使わないとか、まあ、TSS のそのの仕上がり具合とかにもよると思うんですけど、まあ、必ずしもね、あの、まあ、絶対こうだとか、まあ、そういうのはないんじゃないかなと思いましたね、基本的に。まあ、いろんな組み合わせで使われてたと思います。はい、ということでね、えー、中心の TSS3 種との組み合わせを見ていったわけですが、 じゃあ、全く3組一緒の組み合わせはどれだけあったのかというところも、やっぱ気になると思うんですよ。結局3種組めるからね。ということで、まあ、そのね、一覧もね、えー、ここから見ていただこうかなと思います。こちらです。はい、TS3 種組み合わせ複数パターンがあったのが、この2つの組み合わせですね。ジーコ TSS、中田秀俊 TSS ベルマーレ、で、トゥーリオ TSS、裏これまあ、上位3組ね。 をそのまま組み合わせたパターンを使ってた方が2パターン、まあ、2組いたって感じですね。2人、まあ、ユーザーの方がいたと。で、ジーコ TSS、トゥーリオ TSS 裏は、川口義勝選手の TSS 日本代表を使った方も2パターンいましたということで、実はね、この2つだけなんですよね。はい。ということで、まあ、他の組み合わせもバラバラだし、うん。ということで、別にこれという組み合わせがあるわけではないんだなっていうのは、ここからわかるんじゃないかなと思います。 ま正直ね、ジーコ選手の TSS、中田秀人選手の TSS、ベルマーレ、トゥーリオ選手の TSS、ウラが、ワン、ツー、スリーなので、これが一番ね、もっと、例えば4、4組とか、5組とか、いてもおかしくないぐらいの数字だったと思うんですよね。それぞれ、まあ、十ね、採用数も10以上超えてるし、というところなんですが、2しかいないってことは、逆に言う、逆を返せば、うん、さっき言った通りね、途中でいろいろ挟みましたけど、まあね、例えばこの2人を主体として、別の1人入れてるとかね。 まあそこの選択肢は結構やっぱりパターン的にはあるんだなと、うん、思いましたので、まあ絶対これっていうのはないかなと、うん、思いましたね。今回のまあ共通点というのはまあそんなになかったなと。まあ、結構むしろバラバラだったなっていうのは、まあここはね、あのー、洗いざらいしてみて、まあ分かったことかなと思いますね。はい。まあだからね、今回のまあ中村俊介選手の TS とかね、も,もしかしたらまたね、入ってくるかもしれないんですけど、まあ、入ってきたとしても組み合わせはバラバラなんだろうなと。うん。 もしかしたら次はね、もっといい組み合わせがあるので、まあね、その、まあ今だったら俊介選手の TSS 組み合わせで、まあ3組結構ガチっと固まった組み合わせが出てくるのか、それともまあ今回みたいにバラバラなのかっていうのは、まあ次回大会とかにね、含めてみても、まあ今復刻してるのもありますからね。というのも含めて、まあちょっと楽しみなところじゃないかなと思います。まあだから結論としては今の時点ではこれといった組み合わせはないんじゃないかなっていうのが正直な感想かなと思います。 であとはやっぱりデッキの中で3組しか入れれないのでまあ自分のまあその手持ちのね猛者の方が多分手持ちとまあね照らし合わせてまあ入れてると思うんでまあやっぱりうんまあいろんな組み合わせがあるのもまあ当然ちゃ当然かなと思いますだから TS だったら絶対この組み合わせみたいなのはないとうん思っていいんじゃないかなと思います はい。ということで、ここまでね、えー、しっかりと、えー、TS についてやってきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、個人的には結構興味深い結果になったなと。でもやっぱり、ま、あその集計ね、まあ、昨日まで行ってた、まあ、今日、実質今日かな。今日に最後の動画上がってるかもしれないですけど、ポジション別でやってたのがね、まあ、そのまま引き継がれたみたいな形で、そこで結構ね、やっぱり、上の方に上がってきた選手をそのまま使、やっぱ使われてるなと。うん、ベスト32に絞ってもね。 というのもあったし、まあ、組み合わせ3種とかで出してみると、まあ結構バラバラで面白いところもあったんじゃないかなと思います。まあこれはね、もしかしたらね、今見ている皆さんの今後の、まあ、TS の、まあ、その枠をどこに使うのかっていうところの、まあ、参考にもなるんじゃないかなと思うし、帰ってわからなくなった人もいるのかもしれないですけどね。はい。ということで、まあぜひね、えー、今後の自分のデッキの、まあ、参考、まあ思考の中にね、組み込んでいただければ面白いんじゃないかなと思います。 ではですね、一旦ここでちょっと僕の音声の方は終了させていただきますが、一応最後にですね、えー、この動画の終了のところに、今回集計しましたね、32パターンを全て載せておきたいと思いますので、まあ、ぜひね、よかったら、えー、そちら覗いて、えー、ぜひこの動画を閉じられてください。ということで、じゃあ、僕の出番はここで一旦終了ということで、ご視聴ありがとうございました。ここまででします。バイバイ。